これがそのあれ。これが向こうの音楽、規定音楽を聴きながら。もうこの辺あの布袋さんをイメージして。ああそうなんだ。ジャパニーズナンバーギタリストをパクったわけですね。こういう足を入れて。へえ。あ本当だ。本気トンキークレイジー。本気トンキークレイジーよ。やっといてよかったですね。中学校時代に。あ僕にはエアーヒムロが見えますよ。見えますよ。見えますね。エアーヒムロ見えますよ、はい、こうやって。髪手が見えますよ今。全国の中学生がみんなやってましたもんね当時。もうこの辺もうどうしようかどうしようかって考えてた。聞きながら。いわゆる芸人用語で言うとこのアップアップ、ね。アップアップですよこれ。折りまくって折りまくって折りまくって折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 ってほんでこれ最後どうしようか最後のほんで膝で折ったんですよ。もう最後は思いつかないで膝で折ったんですよ。カモンベベって言われてます。もうなんて言われてるかよくわかんないですよ。緊張してんですか？この時。この時、うん、ちょっと緊張してます。あ、キレいいな、やっぱ。めちゃくちゃ丸いね。何オーチって言ってるんですか。わかんない。だからおめでとうオーチみたいな。すげえ時間かかってる。俺怖いよこんなの。あ最後はねお祭りで。はい、キューさん。あ、そうです。あれはあのヤギタ会長です。金星さんと。ああ優しいねみんなね。すごーい。はい。ありがとうございます。しかしやっぱこれ外国人の方々の競技ですね。まあまあまあ言ったらそうですね。会場がやっぱもう会場がもう面白いですもんね。そう会場がやっぱりもう一つ楽しもう楽しもうって気はやっぱでかいんですよ、うん、だって大津さんが演技終わった瞬間に会場からタイガーコールが起きたんですね。そうですよ。そんなの日本だったらね当時あのタイガーマスクが出てきた時以外ないですよ、うん、ないですよ。タイガータイガーってすごかった。ほんでそのねあの大会のアメリカ代表が実はうちのお兄ちゃんバンドやつ。あ、そう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 。うちのお兄ちゃんの友達だったんですよ。すごい狭い世界と本当狭いになっちゃって。でアメリカのそのエアギターの連中の中で大津さんはもう結構噂になってて。有名になってたのって。なんかその友達かなんかがお前必ず優勝できるよって言ったらしいんだって。そのアメリカの選手ってかなり実力派なんですよ、うん。それいや俺は無理だ。日本にとんでもないやつがいるっていう噂が流れてるんですよ。で噂の内容聞いたら日本のやつは虎を倒して虎の毛皮を着てやるらしい。虎のこう皮をかぶって出てくるらしい。とんでもねえスターがいる。そんなやつだって絶対勝てないってブルブル震えてるんですよそのアメリカ代表。実際来たら虎のセーターを着てチンチンまあでも楽しかったですね。な裏側ずっと見たかったんで、うん、そうですね。非常にこれはね貴重な映像だったの、はい、来年もこれあの協会の人にも僕チャンディフェンディングチャンピオンとして呼ばれるんで。あ、ね、ミュージックオンさん来年はもう絶対滑ってほしいですね。もういいでしょ1年間。そうだね。いやでそれはそうですけど、うん、でもやっぱせっかく行くんだからなんか爪痕残したいですよね。いやもう来年やっぱ金星さんが世界一になって大津さんが本当もうダダ滑りっていうのがいいですよね。俺たちは1年間夢を見てたんだ審査員が見たのに。夢覚めたのそうだね。そうですよね。ちょっとなんかいろいろ考えていきたいですね、うん、はい、ね、うん、いや本当におめでとうございます。おめでとうございました。ありがとうございました。
ます。